どうもお疲れ様でですす舞姫大学のコーナーナございます、まあ、今日はですねあのお葬式に参加してちょっとこう笑いの出たエピソードっていうね、まあ、不謹慎なテーマですけどもでもこれね現実にあったことなんで皆さんにお伝えしたいと思います、まあ、というのがね、まあ、この10年ほどですけども私が30代から40代に関わるときに結構ねあの飲み屋友達の 葬式に出まあというのが飲み屋にいろいろと出入りしている、まあ、キャストさん女性ですよねそれから男性もそうなんですけども皆さんね特に女性は若い方が多いんですよで若い方が多くていろいろと訳ありで町に出てきて一人暮らしで飲み屋で働いてるもんですからあんまりね集まってくれる親族の方とかいなくってでまあ一番融通の利く私がですね ま,あまずは友人代表ということで、えー、参列することが多かったんですよねあのお葬式に参加すると本当にね20名弱ぐらいしかいらっしゃらなくっていや親戚家族集まってこんなもんかなと思うようなものでしたで、まあ、中にはね10名前後のものがあってすごく参列者少ないなと思いながら毎回参加していたんですよねまあでもね さすがだなと思うのは皆さんね、朝電がよく届くんですよ。うん、朝電って言って、お葬式の最中に出席はできないんだけども、電報とかメールで、えー、お悔やみを申し上げますみたいな文章をですね、そのお葬式を取り仕切る司会の方が読んでくださるんですよ、業者の方が。ここでちょっとね、まあ、笑いが起きると言いますかね。というのがね、その朝電があの皆さん同じ内容なんですよ。ね、例えばこう 司会の方がこうやってね、弔電を読まさせていただきますと「この度はあまりにも早い不法になすべもなく立ち尽くしております」みたいなことを読むんですよで「誰々さん」とかで読むんで終わるんですよねそしたらこの方からも弔電が届いております「この度はあまりにも早い不法になすべもなく立ち尽くんでおります」もと同じ内容なんですよで私もさすがに「俺親?」と思ったんですよね で3件目4件目全く同じ内容で5件目ぐらいになるとなクスクスと笑いが出るんですよね <laughs>、うんまあ、そして司会の方はね、まあ、最後に皆さん気持ちを一つにされてそしてしめやかな葬儀の中にも微笑みと慈しみがありますようにということで今日は締めさせていただきますみたいな感じで必死でごまかしているところを見るとね、うん、なかなか司会の方も大変だなと思うわけなんですけども。 うん、大抵ね同じなんですよ、うん、それが本当に一期一会、ね、朝電と同じなんで多分葬儀者のおすすめするテンプレートで送られるんでしょうけどもね、うん、まああまりにも形式美の極致といいますかケチのつきようのないような式次第なんですけどもそれだけにね何と言いますか手作り感がないといいますか本当にこれは人間が参加してるんだろうかと思えるような。 ものでしたね、うん、まあでも皆さんお忙しいですしねどんな言葉をかければいいのかはっきり言って分からないので、まあ、無難なテンプレートを選択することになるのかなとそこには決して心がこもってるわけではない心がこもってないわけではないっていうふうにね、えー、私なりに受け取って、うん、そういった式をいろいろと経験させてもらったんですけどもね、まあ、そういうふうにねあみんな結構朝伝って同じように送るんだっていうのが印象的でした。 ま以前はね、あの、弔電を送ろうとすると、周りの人に聞いて、考えて、送るみたいな感じだったんで、それぞれの地域や家計の特色が現れてるもんですけども、最近はね、業者さんがテンプレートばーっと作っちゃうんで、どうしてもそこに一点集中になっちゃうんでしょうね。まあ、という話でございました。はい。じゃあ、舞姫大学の登録がまだお済みでない方は。 ぜひね、ナミさんのチャンネル登録をしてください。じゃ、お疲れ様です。またよろしくお願いします。